2008年10月現在、ブラザーズ・クエイは、スティーブン・クエイと、ティモシー・クエイの一卵性双生児の兄弟で、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ノリスタウン生まれの映像作家。主に、ストップモーションアニメーションの分野で、独特で完成度の高い映像作品を生み出し、カルト的な人気と影響力を持つ。また、作品以外にも判別が難しいほどよく、似た双子として、 ピーター・グリーナ・ナウェイの図へのインスピレーションやデイビッド・クローネンバーグの戦律の絆に対する意欲に影響を与えた。1965年、フィラデルフィア芸術大学、フィラデルフィア・カレッジ・オブ・アート、現在の公名は、ユニバーシティ・オブ・ザ・アーツに入学。1969年、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートに入学。1978年、ロイヤル・カレッジ・オブ、 アート時代の同窓であるキース・グリフィスと共に再びロンドンに渡る。1979年短編作品人口の夜景を発表。1980年キース・グリフィスと共にアトリエ公認区を設立。1984年敬愛し影響を受けてきたチェコの映像作家ヤンシュバンク・マイエルのドキュメンタリー番組ヤンシュバンク・マイエルの部屋の間をつなぐ。 シュバンクマイールへのオマージュにあふれるアニメーション映像を制作。後にこの映像は短編作品として独立した。1986年ストリート・オブ・クロコダイルを発表。ゲシタポによって路上で射殺され生涯を終えたポーランドの作家、芸術家ブルーノ・シュルツの連作短編集ニッキー色の店の一編。 大和二通りを大胆な解釈で下敷きとした短編作品で陰鬱かつ大敗的で完成度の高い幻想的な映像世界が世界中に衝撃を与え注目される。1995年、マーク・ライランス主演の映画、レンヤム・エンタ学院を発表。この作品は初の長編作品、初の実写作品だった。1998年、劇団コンプリしてコンディセット制作。 サイモン・マクバーニー演出によるウジェヌイヨネスコ作、イス・ザ・チェアーズの美術をデザインし、ブロードウェイでも限定上演され、トニー賞美術賞候補となる。2006年、2作目の長編実写作品で、テリー・ギーリアムがプロデュースした、ピアノ・チューナー・オブ・アースクエイクを発表。ありがとうございます。